ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年5月15日、ホロライブプロダクション公式より、総務省協力の誹謗中傷啓発キャンペーンショート動画が公開されました。それに対して、2時3時、5月7日に、配信で、エナジードリンクの焼酎割を紹介したことによって、農林水産省を動かし、酒のエナドリ割の注意喚起をさせました。これは互角ってところか。2時3時は産経新聞やテレビ朝日でも報道されたから2時3時が上だね。誹謗中傷防止効果よりも酒のエナドリ割が悪いことだって広く知らしめたことによる防止効果の方が大きそうだ。結果的にはいい仕事をしたのかもしれない。ホロライブと2時3時が国とコラボして発信してるように、皆さんも誹謗中傷や酒のエナドリ割はしないようにしましょうね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。